経済同友会の代表幹事でいらっしゃる小林さんをお迎えしてですね、まあ、平成は敗北だったというその真意を伺ってまいりました。まあ、いろんなことを伺ったんですが、ご紹介したのは今後のことですね。今後のことを最後に伺ったんですが、例えば入山さんからはですね、はい、まあ、これが最後で最大のチャンスが来る可能性があるんだというのにはちょっと驚きましたが、デジタルでは負けたけれども、これから I2T、 物にインターネットが全部つく時代になる、その時代になると物が大事になるんだと、だから日本は強いところなんだからチャンスなんだと、でも最後のチャンスかもしれないというふうにおっしゃいました。こういうことに対して小林さんはですね、まさにそうだと、日本はネットや人工知能、トータルでビジネスの設計を取り込むこと、勝負はこれからなんだとおっしゃった。でもその上でですね、やはり日本人が今満足している、そこがやっぱりちょっとゆでガエルになっているのではないかということで、ガッツ、アニマルスピリッツがあればあるほど成長できる、満足しないことが大事なんだと、理系の小林さんが最後にガッツということが出たのがちょっと驚きましたけどもやはりでも最後はそういうところなんでしょうかね。どういうふうに思われますか。やっぱり人間ってのはやっぱり最後は心ですよね。心が本当に活性化していれば思った以上のことが達成できるし、なえているっていうか夢がなかったら何もできませんよね。そういう意味では入山さん、はい、スティーブ・ジョブズにも含めてですね、ガッツというか、もう思い込んだら誰が何と言おうとも俺やるんだと、まあ、そういう人が時々出てくるわけですね。ライフネット生命の創業者で、今立命館大学アジア太平洋大学の学長をやられている、はい、出口さんね、はい、大変素晴らしい方ですけど、私出口さん親しくさせていただいてるんですが、はい、出口さんがね、最近面白いことを言ってて、日本に今一番足りないのは変態だっていう。変態、つまり、まあ、別に悪い意味の変態じゃないですよ。思い込みが強くてこれしかできなくても一点突破でそれだけに命かけるんだみたい な、そういう意味での変態、まあ、ジョブズがそうですよね。なるほど。だからそういうのが足りないんで、出口さんが学長やる大学でこれからいっぱい変態を作りたいっていう。でも本当にこれ足りないことだと思うんですね。そうだけどね、就職活動で赤いパンツを履いて、ね、T シャツでちょっと失礼ですけど、なかなかいないわけです。でそういう苦笑が出る人があると思うんですね。ある意味でいい意味での変態だったかもしれないけどね、小林さん昔はね。カエルの変態も見る。でもスポーツ選手なんか見ると若手がです、いい若手が世界をいっぱいいますよね。そういう意味では経済界の中でも小林さんご覧になって若手ですね、こらいいなと思う人とか時々いますか。いや、それは十分いますし、最近大学もね、ベンチャーがもう例えば東大ですと時価総額 1.何兆円もありますし、200社ぐらいです、ね、そうですね。東大は今すごいベンチャーが出てますね。でもう東大生からと優秀なのは、ね、東大生財務省にも大企業にも入らないですよ。やっぱり自分で起業しますから、だからそういう兆候は出てるんですよ、だから今ここで頑張るべきなんだ、そういう意味ではそういう成功例をみんなで共有することも大事なんでしょうかね。そうですね、今本当におっしゃる通り、少しですけど明るい兆し出てきてますので、本当にこれからが勝負だと思います。どういうところから変わっていくんでしょう。やっぱりそういう若者たちが増えていけば、もう自然に社会はこう、どんどん動いていくということでしょう。そういう成功例というか成功の可能性のある人たちをどれだけこう元気づけてやるかっていう社会的なエコシステムっていうかね、で大企業に今までは優秀な人がいますから、これが今居眠りしてるんで、これを叩き起こすっていう、それをベンチャーだとかアカデミア大学と本当に一緒に共同作業をするっていう、そういうエコシステムを作るべきだと。これが日本流ベンチャーのやっぱり作り方じゃないかと思うんですよ、そういう意味でも小林さん、これからも叩き起こす役をやり続けるということですか。そうですね、ぜひまた発言を続けてください。またぜひお越しいただきたいと思います。はい、はい。